はい、どうもこんにちは。今回ですけども、出雲駅伝区間予想選手紹介、創価大学、駒澤大学編ということでやっていきたいと思います。今回ですね、創価大学に関しては、出雲駅伝のエントリーメンバーが出ましたので、その選手紹介、プラス、駒澤大学はですね、まだ選手紹介は出てないんですけれども、直近でですね、日体大記録会があったりしましたので、そのあたり踏まえまして、まあ、区間予想の方ですね、やっていこうかなと。まあ、最新の情報もね、踏まえて、この週末の土日の最新の情報も踏まえまして、この2つの大学ですね、区間予想やっていこうかなというふうに思っております。まずですね、まあ、エントリー、創価大学に関してはエントリーメンバーはですね、こちらの10人になっておりまして、まあ、1年生2人、2年生3人、3年生2人、4年生3人ということで、まあ、各学年バランスよくエントリーしてきてるなというところです。はい。で、まあ、注目ポイントですね、の話をしますと、まず、ちょっと小池選手ですね、に関しては、ちょっと直近でですね、まあ、レースの出走がなかったりとか、まあ、合宿とかもちょっとね、あまり目立って写真とかに写ってなかったりするので、ちょっと様子が心配かなというところですかね。はい。で、プラス、あと、山口翔輝選手がですね、直近では、絆記録会で自己記録を出してきたりとか、まあ、ムチギ選手は相変わらず好調で、前回でですね、日本インカレでも優勝というところで入ってきております。さらには石丸純奈選手もですね、直近の日体大記録会ですね、日曜日 5000m で13分42ということで走れているという状況になっております。はい。その他ですね、総大5キロ14分フラットの小暮選手だったりとか、直近の試合は出てないですけども、エース吉田いびき選手ですね、夏北連13分39出したりとか、その前のね、ハーフマラソンですね、夏の、まあ、もう暑くなってくる時期のハーフで61分台というところで、非常にね、まあ、調子が良くて、駅伝でもね、まあ、強さを見せつけてくれるかなというところです。あとは石丸純奈選手の弟さん、石丸修奈選手もですね、入ってきているというところですし、3000m 障害が強い黒木選手ですね、直近の絆でも 5000m13 分台というところで入ってきていて、まあ、ある程度は順調かなというところであるんですが、まあ、折橋選手がいなかったりとか、まあ、斉藤選手がいなかったりとか、あと直近の絆で13分40秒で出した若狭選手がいないというところはあるんですけども、まあ、経験者だったり実力者がしっかり入ってきているというところかなと思います。では早速ちょっと区間予想の方やっていこうかなと思うんですけれども、まずですね、ちょっと予想の1パターン目から見ていこうかなというふうに思いますが、1パターン目に関してはまず去年のね、経験者石丸純奈選手1区から始まって、やっぱムチミ選手は3区でしょうというところ、そして吉田響選手ですね、まあ、去年5区で区間賞ということでしたが、今年はですね6区いいんじゃないかなと。まあ、吉田選手ですね、まあ、暑い時期のね、長い距離の強さは本当にね、まあ、ピカイチ、まあ、実業団選手よりも上な、本当にね、かなり将来も楽しみな選手ですけれども、まあ、出雲駅伝ですね、暑い時期で6区は特にですね、暑さも出てね、より厳しくなってくる時間帯ですので、そこで吉田響選手の強さが発揮できるかなというところで、まずね、3、6をね、こういうふうに組んだ後、去年の経験の石丸純奈選手、そして、まあ、2区に関しては、小池選手が走れれば、去年小池選手2区5区、2区5位なので、いいかなと思うんですが、出れなかった時は、黒木選手、いいんじゃないかなというところで配置してます。そして、小暮選手ですね、直近の5キロですね、14分フラットで、調子も上がってきているかなというところで、5区。そして、4区は山口翔輝選手というところで、ちょっと考えてみました。山口選手はね、本当に駅伝男という感じで、ロードでね、非常に楽しみ。まあ、ハーフマラソンですでに63分台持っていますし、まあ、高校駅伝ですね、3区でもね、ロードの強さ見せてくれました。都道府県でも強かったです。というところですかね。まあ、ワンチャンここ逆でもいいのかなというところで、まあ、スピード的にはですね、黒木選手の方が 5000m はもう全部上ですけれども、直近の調子もいいですし、まあ、粘りの走り、特にロードでは、まあ、宮古市とかでもね、外国籍の選手にね、果敢に挑んでいくっていう姿勢もあって、積極的にハイペースで押していけるんで、もしかしたら2区でもいいのかなというところで、はい、ちょっと考えてみてますね。石丸選手、山口選手、ムキリ選手って配置でもね、結構面白いんじゃないかなと思っております。はい。で、続いてですね、3パターン、2パターン目ですね、ちょっと考えてみました。ちょっと3パターンは今回考えてないんですけども、2パターン目としては、ちょっとトリッキーな感じで、まあ、響選手2区というところでね、配置をしてみておりますね。吉田亮選手は去年ですね、6区を経験していて、長い距離も強いというところで、6区ですけれども、まあ、2区ですね、まあ、響選手、どちらかというと長い距離だったりとか、単独走のところだったりとかっていうイメージありますけれども、まあ、2区でですね、ガンとですね、こうハイペースで押していくっていうのも、まあ、面白いんじゃないかなと。まあ、あんまね、この、そのパターンにはないとは思うんですけども、ちょっとね、2区も面白いんじゃないかなと思って考えてみました。
まあ、2区3区で、ね、主導権を握るっていうような感じですね。で4区も、ね、山口尚輝選手強いですし、この真ん中のところで、ね、しっかり主導権を握りに行くっていうような配置も、ね、結構面白いんじゃないかなと思いつつも、まあ、あんまり、ね、ないかなという感じですかね。はい、というところで考えてみました。では続いてですね、駒澤大学の方行ってみたいと思います。駒澤に関してはですね、まだ出雲駅伝のメンバーは発表されていないんですけれども、直近のですね、まあ、日体大記録会のですね結果だったりとかで、最新情報が出てまいりましたので、その話をねしていければなというふうに思っております。まずですね、日体大記録会では、桑田俊介選手がですね13分39というところで自己記録ですね。本当に1年目出るレース全部で自己記録っていうような感じで、夏合宿もね先輩に食らいついて順調に詰めているというところで、まあ、主力として駅伝が出てくるんじゃないかなと。で木山選手もね13分46というところですし、金谷選手13分47というところで自己記録で走ってきていて、でその他にもですね13分台ずらずらずらっと出てきておりまして、ですね、伊藤葵選手ですね、まあ、調整の一環というところでしたけど13分50で、島子選手ですね、夏のね、関東の網走で13分58でしましたけども、さらに8秒更新ということで13分50で、吉本選手ですね、13分52というところで、こちらもね、自己記録ですね、ちょっと更新ができてませんけども、13分52というところで自己記録で走ってきておりますというところです。で、安原海星選手もね、13分56から自己記録、で宮城選手ですね、13分56というところで、宮城選手はね、あの山、激坂だったりとか、山のね、区間でちょっと注目があったりもしましたけれども、13分台乗っけてきたりという状況です。で吉本選手もですね、あまりこうシーズンね、序盤のとことか、まあ去年とかあまり大きく目立ってなかったんですけれども、まあ、ハーフとかね、強さ持っている選手ですし、まあ、結構ね、駅伝も絡んできてもおかしくないというような評価もあるので、今年はね、4年目ですから、駅伝は絡んでくるんじゃないかなというところですかね。はい。で、島子選手ね、伸び盛りというか、夏からね、今回の合宿明けにかけて自己記録なので、まあいい感じかなというところですかね。はい。でもう一個ですね、ちょっとポイントとしては、一関ハーフで小松選手が63分台というところでメンバー入るかどうか、まあ、おそらく全日本とか箱根からかなという感じはするんですけれども、63分台というところでまずまずですし、ちょっと啓太選手がですね、怪我で、大八木監督曰く全日本とか出雲は厳しいかなというところ、まあ、箱根に間に合えばというような感じでして、ちょっとここがね、まあ、残念というかではあるんですけれども、まあ、チームとしてはですね、まあ、結構痛いというところかもしれませんが、まあ、逆に言えばね、啓太選手抜きで戦っていくチャンスと捉えて頑張っていってほしいなと思いますし、啓太選手もですね、本当に、まあ、日本を代表するような選手ですので、まあ、無理だけはせずにですね、きちんとお休みながら、今後のね調整だったりとかしていってほしいなというところです。ではですね、まだエントリーは出てないんですけれども、ちょっとこのような踏まえまして予想を考えてみました。まず1パターン目ですね、ちょっと考えてみたんですけれども、まあ、1パターン目はですね、まあ、考え方としては、桑田選手、篠原選手、伊藤葵選手ですね、この3人を主要区間に置くというところですかね。8キロ区間とか10キロ区間とかっていうところだと思うんですよね。まあ啓太選手が、ね、今回欠場だったりとか、山川選手もですね、少しちょっと、まあ、去年ね、3区2位という経験ありますけれども、ちょっとね、万全じゃない可能性も考えまして、この2人がね、走らないと仮定したときに、残りのね、先ほどの3人ですね、まあ、主力の3人で、長い距離の区間を行くのがいいのかなというところですね。その時に、まあ、篠原選手は、まあ、3区は結構濃厚かなと、負けた選手がいなくて、2区で流れを作れないとなると、しっかり3区でですね、作っていくっていう感じかなと。まあ、これまでは2区で抜け出して、3区でさらに離したりとかっていうようなパターンでしたけども、それができないというところプラス、選手層が去年よりもちょっと薄いということを考えたら、まあ、3区かなと。そうなってくると、桑田選手1区。まあ、桑田選手に関しては、やっぱこうね、今季安定してますし、勝負のレースですね、5000m ですけども、そこでもね、上位で安定して食い込んできてますし、まあ、駅伝でもですね、積極的にハイペースでもしてきます。で、まあ、都道府県とかでも1区の経験で、まあ、粘り強く前についていくっていう走りもね、魅力的なので、まあ、1区で大きく引き離されないんじゃないかなというところで、1位。で、まあ、スピードで言うと、木山選手がですね、13分30秒台なんで、まあ、2区、
直近でもレッサーパン46というところで、チームでも、ね、上位の結果出してますんで、木山選手2区、そして金谷選手や牛本選手ですね、4年生が4区あたりに入って、まあ、2年生ですね、島子選手、海星選手が5区というところの配置がいいんじゃないかなというところで考えてみました。まあ、ちょっとね、啓太選手、山川選手、まあ、出ないというところで、まあ、出ないと仮定したら、まあ、ちょっと厳しいかもしれませんが、でも、直近の状態が上がってきているというところで、上位争い、優勝争いもね、展開次第では十分できていけるようなメンバーかなと思っております。で、あとはちょっと2パターン目、3パターン目ですけれども、2パターン目に関してはですね、2パターン目については、伊藤選手1区パターンで、篠原選手3区で、思い切ってルーキーに桑田選手ですね、ルーキー桑田選手6区というところです。まあ、桑田選手はね、スタミナロードの力がね、非常に優れていますし、まあ、国学院のね、平林選手、ね、1年生の頃アンカー務めましたけれども、ああいった感じのイメージで、1年生でもね、6区、まあ、合宿もしっかり詰めてますから、スタミナ生かしてね、やれるんじゃないかなというところで、まあ、近年のね、長谷選手が、アンカーだったりとか、早稲田の中谷選手が1年生でアンカーだったりとか、吉井俊介選手もね、1年生でアンカーだったりっていうところで、はい、そういったところもね、ありますので、まあ、十分ね、他の大学のケースですけれども、1年生でもアンカーというところ、実力があれば務まるんじゃないかなというところで考えてみました。で、真ん中4年生でしっかりつないでいくっていうところで、まあ、金谷選手ですね、まあ、13分47というところで、自己記録もね、まあ、しっかりね、今年に入ってというか、まあ、着々と伸ばしてきてますし、やっぱ安定してレース出てたりとか、練習もしっかり詰めているというところなので、まあ、4区、ね、金谷選手は今後ね、出雲も全日本も箱根もですね、しっかり絡んでいってほしいなと、まあ、絡んでいかなきゃいけない、走らなきゃいけない選手なんじゃないかなと思っております。はい、というところですかね。で、あとはですね、ちょっと3パターン目としては、まあ、あんまないかなと思うんですけれども、まあ、前半逃げ切り型みたいな感じですね。伊藤選手、桑田選手、篠原選手、木山選手みたいな感じですかね。まあ、ちょっと他のチームだったりとかの状況では、1区ですね、篠原選手でもいいかなというところではあるんですけども、とにかく前半で逃げていくみたいな感じ、プラス、まあ、1年生はね、短い距離みたいな感じで、まあ、こういったね、前半逃げ切りっていうのもね、まあ、ある種いいのかなと思いつつ、まあ、アンカーどうするのかっていうところですけども、やっぱしっかりね、安定してレースに出ている、まあ、一番も28分台ですし、金谷選手かなと。まあ、吉本選手もハーフ走れますし、まあ、いいのかなと思いつつも、まあ、まあ、あんまりね、こう先行ね、全員、もう本当に主力メンバーですね、今季走れていたりとか、タイムを持っていたりとか、駅伝の経験があったりっていうね、メンバーを1から4にまとめるっていうのはあんまないかもしれませんけども、一つね、まあ、戦略としてはありなんじゃないかなとは思っておりますが、どうでしょうかというところで、まあ、3番はあんまないかなと思いつつ、やっぱ1位あたりでですね、篠原選手がやっぱ中核の区間3区かなというところであるんですけども、桑田選手もね、めきめき力つけてますから、どこに来るかというところは楽しみなポイントかなというふうに思っておりますというところでお話ししてきました。まあ、最新の、ね、情報も分かってきてますので、続々と出雲駅伝の情報だったりとか、まあ、この後の、ね、駅伝情報も話していければなというふうに思っております。はい、というところです。